はい、皆さんこんにちは。栄養家の小渕です。はい、夏休み終わりまして1週間経ちました。来週月曜日からね、通常通りの授業が始まりますね。月曜日の午後ですね、到達度テストね、行われます。そこでね、ちょっと授業でまだ、終わっていない分子構文と仮定法がちょっとね入ります。まあ、そんなに問題数多くないんですが入りますので、ちょっとこの週末課題としてね、問題が出されましたね。はい、その問題についてね、ちょっと解説を加えましたので、ぜひ、一緒にね動画を見ながら勉強してもらえればと思います。はい、それでは頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。まず143ページ分子構文についてです。で、この分子構文というのは何かというと、つまり分子で始まる文です。分子は現在分子と過去分子がありますね。分子で始まる文を分子構文と言います。で、分子で始まるので、主語と接続詞、が、省略されます。ね、そこをだからね補いながら見ていきましょう。はい、まず1番です。長いですね。私たちはその映画について話をしながら昼食を食べました。この話をしながらという部分ね、この何々しながらという形見ていきましょう。We ate lunch. Ate はこれ、eat とか OK ね。はい、発音はこの ate と同じ発音ですよ。はい。で、talking about the movie となります。はい、この部分は分子構文ね、なります。これがね、一番まあ会話の中でも使いますね。何々しながらということで付け足すような感じの分子構文になります。はい、じゃあ次行きましょう。2番、古い箱を開けた時、鍵を見つけた。はい、さあもちろんこれは普通に、文で書く場合は時ですから when ですよね。古い箱を開けたとき、開けるんで、誰が開けたかというと、これは、ね、主語は後ろと前は基本的に共通です。ね、はい、ですので、when I open、はい、後ろの分過去形だね、found ですからね、これもちろん find の過去形、found になってますから、opened the oldBox となります。 When I opened the old box, I found a key となります。はい、これが普通の文だよね。接続詞、主語があります。しかし分子構文はこの2つを省略します。はい、で分子ですので Open。 はい、そしてそこでですね、ここの動詞がですね、受け身であれば過去分詞形になりますが、この場合受け身じゃありませんよね。ですので、これはその場合は現在分子します。Opening the old box。 はい、こうなります。はい、このように分子で始まる文、これが分子構文ですよってことです。はい、分子構文には様々なこう意味があるので、この前後関係見ながらね、訳すときは意味を取っていきましょう。はい、3番です。校門のところでリサを待って、私は彼女にその本を返しました。はい、これはですね、waiting for Lisa at the school gate I return the book to her、ね、となります。校門のところでリサを待っていた。で、私は、その本を彼女に返しましたという文です。はい、で、こ
これは分子始まっている分子構文ですけども、もしこれを、分子構文使い方で書いてみますと、はい、主語は間ね、同じです。もしこれ主語が前後で違う場合には、この前に、ね残ってますからね、これありますよね、同じ仕事で、ね、ことになります。はい。Waited for Lisa。Lisa待っていました。そして and。はい。で、文と文をつなぐ場合は必ず接続詞が必要です。これは and を使いましょう。はい。で、and で、あと残りはこの文ね。I return to the book to her。同じになります。はい。で、主語を補って接続詞補うと。捉えてください。はい。4番です。宿題がたくさんあったので、彼女は放課後図書館に行きました。はい。ので理由を表します。はい。はい、でこれですけども、文自体は having a lot of homework, comma she went to the library after school。このようにやっぱり分子って始まってる文なので、ね、これを分子構文って言いますよ。はい、もちろんこれをね書き換えてみましょう。はい、ので、はい、接続詞ですね。これは理由を表します。理由を表す接続詞はね、もちろん皆さんがよく知っている方は because とか as とかあと since などが使われます。じゃあこれをじゃあどれでもいいんですけどね、まあ since 使ってみましょうか。since 主語は、はい、後ろと共通ね、これ何もないからね、共通だね。 since she、 はい、時制は過去形だね。はい、 had a lot of homework。Since she had a lot of homework, she went to the library after school となります。はい、でこのように分子構文というのは、ね、この分子、例えばトーキングとか、オープニング、ウェイティング、ハビング、なんというね、分子始まる文が分子構文ですよ。ね、ということですよね、はい。もしこれをね、意味を取る場合、この4つのパターン、しながらっていう場合、あと、時、アンドやつだよね、連続する動作ね、何とかしてその後っていう場合、あと、のでっていう原因理由を表す場合、この4つのパターンがありますよ。はい、でこの意味を取るときは前と後ろの前後関係、見てそれを取ってくださいね。はい、ここに書き換えができるとね、意味取りやすくなりますので、ね、この方法をちょっと覚えてみてください。はい、はい、それでは仮定法に行きましょう。仮定法というのはね、例えば現実はそうではないんだけど、もしこうならばななんていう時使うのが仮定法です。その場合に、仮定法だよって分かりやすいように、その場合はもし、こうならばっていう時場合には動詞を過去形します。そうすることによってね、普通の文ではないんですよ、仮定法なんですよということを表しますからね、覚えておいてください。はい、それでは問題見ていきましょう。はい、過去年こう正しい形に変えて全部書きましょう。はい、もし私が鳥ならそろそろこんなできるのに。実際私は鳥ではないですよ ね、鳥にはなりませんけど、もし鳥ならばということです。はい、そういう場合に be 動詞、ね、ですけども、どうするかと言いますと、この場合は動詞をですね、これはWere にします。If I were a bird, I could fly in the sky.、ね、で普通に考えて、I の後ろは、普通の文であれば、am ですよね。もし過去形でも、was ですよね。はい、で were になりますから、当然これは普通の文じゃないな、仮定法だなって伝わります。はい、でこのように形で、もし実際は違うけど、私が鳥なら、
空を飛ぶことができるのに、はい、ね、うちのこのクーでもね、キャンの科保険になります。異なる分が仮定法と呼ばれる分になります。こちら、ね、和じゃなくて和図であってもね、もちろん OK なんですが、まあね、よくこれは和が使われます。その仮定法だって分かりやすいからね。はい、2番です。もし彼の住所を知っているなら誕生日プレゼントを送るのに、ね、でも実際は知らないんだよね。はい、でこの脳をね、はい、これを確認しましょう。はい、If I knew his address, I would send him a birthday present. もし知っていれば送るのにとなります。はい、象徴としては、ね、上の確認のうどになっていますからね、注意してください。はい、B です。日本文に合うようにかっこいいの句を並べ替え全部書きなさい。はい、もし海の近くに住んでいたら毎日住んでいけるのに。はい、If I lived near the sea, I would go fishing.Every day だね。If I lived near the sea, I would go fishing every day. こうなりますね。はい、もし住んでいたら、住んで毎日に出かけるのに、実際住んでいないからいけないんだけどね。はい、はい、これは仮定法の過去になります。仮定法の現在になりますね。はい、4番です。もし晴れていたら、私たちは転送することができるのに。はい、If it were fine, we could play tennis. If it were fine, it could play tennis. もし晴れならね、はい、実際は晴れてないんだね。もし晴れならテニスをそこができるのに、実際はできないんだね。ということになります。はい、ここに動詞を関係する文、これが仮定法ですよと覚えていきましょう。はい、それでは、はい、198ページいきましょう。はい、先ほどやりました、仮定法が現在ですね。もし何とかならば、現在の、事実に反する場合ね、もしこうならばっていう場合動詞を関係しました。はい、で今度のやつはもしこうだったならっていうふうに過去の事実と違うことを仮定する場合の方々ね、その場合は、過去のことなので過去形だと普通の文と変わらないから、その1個前の事象にします。過去完了形、つまりハードプラス過去分詞、にしますよってことなんですね。はい、はい、見ていきましょう。1番、今朝早起きしていたらあのバス乗れたのに。実際は早起きしてないから乗れなかったんだね。はい、早起きしていたら、なのでここ If I got だとね、これ普通の文だって同じになりますから、 If I had gotten up early this morning、はい、I couldここに注意してね。クズの後ろは、ハブを入れるんですが、ハブは、助動詞の後ろですから原形になりますね。クズ、ハブ。で、ハブの後ろは必ず動詞は過去分詞形にしますから、take, took, taken とします。If I had gotten up early this morning, I could have taken that bus となります。はい、2番です。ケンが昨日のパーティーに来れば私たちはもっと嬉しかったのに、実際来なかったんだね。はい、 If Ken、はい、had come は come came come と戻りますね。はい、 had come to the party yesterday, we would have、 はい、B 動詞ですから
分子圏 B だね。はい。If Ken had come to the party yesterday, we would have been happier となります。はい、B です。日本文に合うように過去の横を並べ替えて書きましょう。はい。地図を持っていれば私たちは道迷かったのに。If we、はい、これはね、持っていたらばどうですからね。Had had a map、はい、ね、もし地図を持っていたらどうですね。はい。Had を入れました。後ろもハブだからね、過去分子圏ハードですからね、ハードハードって感じになりますからね、はい、そして We would not have lost と、はい、こうなりますね、はい、4番、あなたは教科書を注意深く読んでいておけば試験に合格できたのに、はい、If you had readThe textbook carefully、はい、You could have passed the exam、ね、はい、If you had read the textbook carefully、You could have passed the exam、こうなります。はい、じゃあ200ページ見てください。はい、今度は wish を使った形です。ね、これも仮定法なんですけども、ね、よく願うというとこれ、hope と wish がありますが、この hope というのは現実的に可能なものを願う場合は hope です。ね、で、wish というのはもしこうなればいいな。っていうに願望ですね、まあ、実現がかなり難しいものに関して使うことが多いかなというところです、はい、なので仮定法ではこの wish が使われます、はい、で現実のことに関して、ね、今こうだったらいいな、こんなこうならいいなっていう場合、これに関しては、ね、同じように仮定、動詞を過去形にします。こうだったらなっていう場合、これはね、先ほどやったように動詞をハードプラス過去分子形、ね、過去完了形の形にしますよってことね、覚えておいてください。はい、じゃあ戻りましょう。1番、今もっと金を持っていればな、はい、I wish I、 はい、動詞を、もちろんお金を持っているとかハブだよね、はい、ですから過去形にしましょう。 I wish I had more moneyもっとお金持ってればな、実際今は持ってないんだね。はい、2番です。あの時、過去のあの時ね、もっと一生懸命に勉強していたらな、はい、はい、I wish I、 はい、箱を入れましょう。 had、 はい、勉強ですから study、 はい、過去分子圏しますので、Y を I にして ED にしましょう。I wish I had studied harder、はい、こうなりますね。はい、お疲れ様でした。まだ夏休みが終わって、ね、まだね、体が学校モードになってない人も多いと思いますが、来週からね、通常通り始めますのでね、徐々にね、体を慣らして、勉強の方ね、頑張って、やっていきましょう。それではまた月曜日からね、元気に頑張りましょう。では、See you!